マークロモーナコは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州出身。ECW 及び、WWE 時代のリングネーム、ババレー・ダッドリーでの活動で知られる。ティネを、主戦場に、ブラザーレイ、ブリーレイのリングネームでも活動。1991年にプロレスデビューを飾る。1990年代中盤、ECW にギミック上のイボ兄弟、チーム、 ダッドリーボーイズの五男、ババ、レイダッリーとして登場した。1996年4月13日に、ギミック上のイボ帝であるディーボン・ダッドリーがデビュー。両者は行動を共にするようになり、そしてチーム 3D を結成した。ハードコアマッチ、特にテーブルマッチを得意とし、ディーボンともどもテーブル破壊が代名詞となっていった。1999年、 弟のリーボンと共に、WWF へ移籍。当初はヒールであったが、人気の高まりと共にベビーフェイスとなっていった。WWF でも ECW 時代と同様に、テーブルマッチなどのハードコアレスリングを得意としていた。2001年の WCW、ECW 連合軍結成時は、元 ECW ということもあり、アライアンスに参加した。 2002年の WWF のテレビ番組分割時はババレーは RAW、ディーボンはスマックダウンへと分かれることとなった。なお同年中にディーボンが RAW に移籍してタッグは再結成されている。WWE 時代に兄弟が分かれていたのはこの期間のみである。2005年7月5日に WWE から解雇された。この際、 ダッドリー関連の名称は登録商標の関係で一切使えなくなり、以降現在のリングネームであるブラザーレイ、またはババレイとして活動することとなった。ロモナコ自身はダッドリーの名前を WWE から取り戻したいと語っている。WWE 解雇後、ティネニー席。また全日本プロレスにも参戦して、世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝している。 2006年にはハッスルへ参戦するなど、日本での登場機会が増えた。2009年1月4日、レッスルキングダム3イン、東京ドームでブラザー・ディー・ボンと共にマカベが田脇矢野2から IWGP タック王座をダッシュ。2月15日、ニュージャパン ISM 両国国技館大会にて、新壁矢野のリターンマッチを、ハードコア戦で制止初防衛に成功した。 同年3月、ティネ・オーランド大会で、ビアマネーからティネ世界タッグ王座を奪取した。2010年2010年、長年タッグを組んでいた相方であるディーボンと初の構想を開始。リングネームをブリー・レイに変更。2012年の冬頃からハルク・ホーガンの娘のブルック・ホーガンと交際を開始。2013年3月に結婚式をリングであげるが、 エイシズエイツのメンバーに襲われる。2013年2013年3月10日、ラクダウン2013にて、ジェフ・ハーディーからティネ世界ヘビー級王座を獲得した。この試合には、エイシズエイツの介入があり、ブリーはこれを機に裏切りを果たす。ブルックの交際もティネ世界ヘビー級王座を挑戦するためと方眼一家やティネを落とし入れるための計画であった。 ディクシー・カーターと MVP との間で、権利者をかけての構想の再カーター軍についていたが、試合中に突如裏切り MVP 側に加担し、勝利に導いた。これを機にベビーターンを果たす。以後、ディクシー・カーター一家と構想する。構想する中で、ディクシーをテーブルソーすることを狙うが、ことごとく失敗に終わっていたが、8月7日放送のインパクトにて、ついに、ディクシーを テーブル層に成功した。その後、ウルブズ、ハーディーズとのタッグ王座を巡る試合をした。それ以降、しばらく登場していない。2015年1月25日、WWE ロイヤルランブルでサプライズ枠として、久々に登場。ディーボンは出場しなかったものの、ディーボンの代わりに、偶然リングで出くわした、アールトゥルースとザミズに 3D を浴びせ観客を沸かせた。 7月頃からティネの GM として復帰。たびたび、マッチメイクをするために登場したりした。8月放送のインパクトにて何者かに襲われる。8月24日、WWERAW にディーボンとダッドリー・ボーイズとして復帰。しかし、2016年8月に対談を表明する。10月、ホグに参戦するも、12月にディーボンが引退を表明し。 チームは解散した。2017年、ローに参戦したが、10月に自身も引退を表明した。2018年、WWE 殿堂に迎えられた。2018年2月に引退したものの、4月には、ローマットで早くも、現役復帰。12月14日の PPV イベント、ファイナルバトルで、フリップゴードンに、アイクイットマッチで敗戦。 2019年5月11日、ローグランドラピッツ大会における10人、タックマッチにおいて、遠征中の永田博小島聡後藤博大平と対戦。ティネ世界ヘビー級王者時代。ありがとうございます。